アマチュア時代。1972年、北海道旭川市で玉城浩二は旭川市立神井中学校2年時のクラスに転入生だった竹澤豊を迎えます。中学進級時から自己流でギターを弾き始めていた玉城は、竹澤の大きな手のひらに空手を稽古していると恐れを覚えるほどであったそうですが、それがクラシックギターを習っているからだと知り、練習曲をうまく弾く竹澤に惹かれ、バンド結成を誘いました。一方、1972年、同じ旭川で中学3年の同級生とした矢作渡がギター、田中裕二がドラムでバンドを結成していました。また同じく旭川で六度春吉は1971年から1972年頃、年長者とバンドを組み活動していました。六度と矢作、田中は中学同級生バンドとして知り合っていました。1973年4月、玉城浩二ボーカル、竹澤豊ギター、竹澤俊也竹澤の兄、ギターキーボードの3人でバンド、インベーダーを結成します。フォークグループとしてスタートし、演奏曲目はガロの学生街の喫茶店を得意としました。後にロックグループへの志向から安全地帯へ名称を変更します。旭川市内に路線を持つ路面電車、旭川電気軌道の電停にある安全地帯の標識が、ビクトリーの頭文字 V に似ていたことで、初期のバンドメンバー、進藤による命名でした。ターンに危険地帯も候補に上がりましたが、ロックイコール危険な音楽というイメージを連想させることが平凡なため、採用しなかったそう。11月、玉城の兄、玉城和義がドラムで、宮下隆博がベースで参加しました。レッド・ゼッペリンに憧れていた玉城和義の影響でロックに傾倒し、ヤマハポピュラーソングコンテストポップコン第6回に初出場、第11回を除く第13回まで連続出場しました。一方、将来の他のメンバーたちは、1973年には六度春吉が自身がリーダーとなる六度春吉バンドを新たに結成。ここに矢作渡、田中裕二が参加しました。1976年ポップコン第12回では、昔に見たもので北海道代表となり、妻恋本選会に出場。この年の暮れ12月25日、札幌市内にて FM ラジオ番組の生放送に出演し5曲演奏しました。安全地帯としてのラジオ初出演でした。1977年6月、玉城和義が脱退し、ドラムに大平一次が加入。12月、オールマンブラザーズバンド、レーナード・スキナードなどのサザンロックを演奏していた六度春吉バンドと合併します。これにより、六度春吉ベース、キーボード、矢作渡るギター、田中裕二ドラムが安全地帯に参加することとなりました。ボーカル玉城、竹澤、矢作のツインギター、六度はキーボードに回り、竹澤、六度のツインキーボード、ベース宮下、ドラムは大平、田中のツインドラムという大編成8名バンドとなりました。音楽性はハードロックから、ドゥービーブラザーズ、ジャクソン・ブラウンを中心としたアメリカンロックへと幅が広がりました。オリジナル曲の制作も増え、作詞は初期に玉城、後に竹澤俊也が担当、作曲は玉城が行いました。1978年2月、旭川市郊外の長山地区にある廃農家を借り、居住空間を確保した音楽専用スタジオに改装、ミュージカルファーマーズプロダクションと命名します。屋根と壁に囲われた空間に床を張り、防音材を四方の壁に詰めて水道を引き込んだ簡素な改装でしたが、費用500万円は借金したためにメンバーはアルバイトに精を出すこととなりました。一方、刺繍300メートルに1軒の隣家のない MFP では、連日連夜、1日7から8時間にわたって演奏練習、楽曲制作、録音に励むこととなりました。なお、この音楽専用スタジオは後に脱退する宮下隆博オーナーのフランス料理レストランに変貌し、MFP は安全地帯が設立した事務所名となります。7月、第1回ステージフライトに出場しグランプリを獲得。11月、田中裕二、宮下隆博が脱退。
そのため六戸春芳はベース担当へ復帰。この頃、後に安全地帯のディレクター、エグゼクティブプロデューサーとなる金子翔平が安全地帯の演奏デモテープを聞き、MFP を訪問しました。パット・シモンズのような雰囲気を醸し出すバンドメンバーの、パンチのあるストレートな、想像以上の演奏を見て金子は安全地帯の将来性に確信を持ったそうです。長期にわたる合宿により実力をつけ、数々のコンテストで入賞を果たし、北海道で実力ナンバーワンのアマチュアバンドとなりました。1979年5月、当時のキティレコード現ユニバーサルミュージックからレコーディングのチャンスが巡ってきます。しかし、バンドサウンドは未完成との判断で保留となります。8月、カルメン・マキの旭川、札幌公演では前座として出演。11月26日、竹澤豊が飲酒運転の車に衝突され、肋骨全部の骨折という重傷で入院します。1980年4月、今度は六戸春芳が病気のため入院。10月になりキティレコードから再びレコーディングの依頼があり、まだ回復していなかった六戸が病院の特別許可を得てライブ参加。ライブ等や、キティレコードと仮契約締結。11月には六戸が退院、12月に竹澤豊が仮退院とバンド復帰に向け活動を開始。28日のライブ終了後、元モップスのギタリストで井上陽水の編曲やバンドサポートで活躍していた星勝を交えてミーティングを行います。星は心身ともに優れず意気消沈しているこの時期の安全地帯の精神的支柱となっていました。1981年1月になりようやくキティレコードから正式なレコーディング依頼を受けます。3月に竹澤俊也が脱退。7月になると井上陽水が星勝の紹介で MFP を訪問し共演します。陽水からはロック以外にも歌謡曲やポップスなどの幅広い音楽に目を向けるように促されたそうです。その後、井上の招聘により安全地帯が上京。東京での初ライブを渋谷屋根裏で開催。イズポリドールスタジオ後のキティスタジオにて、オンマイウェイのレコーディングを開始し、その合間に東京、大阪、神戸のライブハウスに出演します。8月、81井上陽水ツアーにバックバンドに起用され、同行が決定。MFP に戻り、ツアーのための練習に励みます。22日、第4回ステージフライトにゲスト出演。井上のツアーの最終リハーサルとレコーディングのため再び上京し、東京で合宿生活開始。9月24日、井上陽水ツアーが熊本市民会館からスタートし、12月10日の東京、渋谷公会堂の最終回まで全国23カ所の公演に参加。ツアー衣装は、当初無休のため、渋谷のジーンズメイトで購入したものを履き、鉢巻きというスタイルでした。ツアーの経験から自信のあった練習量、実力のある多くの同等バンドの存在に気づき挫折感を味わいますが、さらに練習に励みます。11月、オンマイウェイが正式発売前ながらブリヂストンスノータイヤの CM ソングに起用され、北海道、東北地方にて放映。メジャーデビュー、1982年から85年。1982年1月24日、フジテレビ系音楽番組夜のヒットスタジオに井上陽水のバックバンドとして初出演。井上陽水の春、夏のコンサートのサポートミュージシャンとして参加し、秋から翌年1月までの全国ツアーのバックバンドを務めました。2月25日、ファーストシングル、萌木色のスナップでメジャーデビュー。4月、キティレコードと正式契約。メンバーが東京に転居し合宿生活を開始後、大平一次が脱退。田中裕二が再加入することで、デビュー以後の安全地帯の5人のメンバーが確立。5月、東京、渋谷エッグマンでライブ。7月、井上陽水のバックバンドとして、東京、日比谷野外音楽堂、大阪城野外音楽堂のコンサートをサポートします。8月上旬、札幌市郊外で開催されていた北海道博覧会特設会場に FM 北海道の招きで出演。
下旬、ファーストアルバム安全地帯 I Remember to Remember のレコーディングをイズポリドールスタジオで開始し、合宿生活が終了。玉木は東京目黒の4畳半一間のアパートを借家、一人暮らしに馴染めず、売り上げの芳しくないレコードの現状、コンサートが続くことも相まり、自暴自棄に陥りそうになります。しかし苦しいなりにも自信は失っておらず、テレビコマーシャルか番組主題歌に起用される機会を伺っていたそうです。10月25日、セカンドシングル On My Way を発表。11月、井上陽水のツアーに翌年1月まで帯同しました。1983年1月25日、ファーストアルバム安全地帯 I Remember to Remember を発表。同年秋、サントリーから発売された赤玉パンチの CM ソングに起用された井上陽水作詞による11月25日発売、フォースシングル「ワインレッドの心」が大ヒット。一躍全国にその名が知れ渡ります。1984年、セカンドアルバム「安全地帯2」、セブンスシングル「恋の予感」、サードアルバム「安全地帯3」抱きしめたいと、立て続けにヒットさせます。1985年1月にエースシングル「熱視線」、続いてナインスシングル「悲しみにさよなら」、フォースアルバム「安全地帯4」が大ヒット。TBS の「ザ・ベスト10」、日本テレビ「ザ・トップ10」年間第1位に輝き、同年の NHK 紅白歌合戦初出場。また、FNS 歌謡祭では史上初で唯一となる2年連続で最優秀歌唱賞を受賞。1986年から1992年。1986年8月、神宮球場においては初となるコンサートを井上陽水と共に行います。9月、陽水とのコラボレーションした12スシングル、夏の終わりのハーモニーを発売。12月、オリジナルアルバムとしては異例の全36曲、アナログ版3枚組となるフィフスアルバム、安全地帯5を発売。また、ワインレッドの心、恋の予感、フレンドなどが香港でカバーされ、それぞれヒットしました。1987年、安全地帯の活動の合間を縫ってソロでの活動も進められ、夏に玉木自身初のソロでのシングルとアルバムをリリース。1988年秋、香港コロシアムでのコンサートを最後に活動休止を宣言。その原因として、メンバー個々の活動が活発化し、シックススアルバム安全地帯6、月に濡れた2人以降の音楽性の追求方向のメンバー間の相違によるとされています。宣言後の5人は約2年間、個々の活動を行いました。12月、自身初のベストアルバム I Love You から始めよう安全地帯ベストをリリース。1990年7月、約2年ぶりとなるセブンスアルバム安全地帯7夢の都をリリース。収録曲のこの道はどこへは1991年冬季ユニバーシアードテーマ曲となりました。1991年12月、エースアルバム安全地帯8、太陽をリリース。この当時はテレビの音楽番組にも精力的に出演します。1992年12月、アコースティックスタイルでのコンサートツアーの終了時点で、実質的に長期活動休止に入ります。2度の長期活動休止。1993年2月10日、23rd シングル、ひとりぼっちのエールがリリースされます。活動休止を境に玉木は、ソロと俳優業を中心とした活動に移行し、竹澤豊はプロデュース業に専念、他のメンバーも個々の活動に入ります。この時、安全地帯の所属会社がキティレコードからソニーミュージックエンタテインメントへ移籍。2002年の活動再開まで安全地帯名義の活動は約10年間休止したままでした。1994年、竹澤が脱退を発表。メンバー4人は玉木浩二のソロプロジェクトで当分の間活動することになります。玉木和義ドラム、宮下隆弘ベースが一時的に復帰。しかし、実質的には玉木ソロ活動のサポートミュージシャンが帯同して4名の活動となりました。
1998年7月19日、旭川市の野外ライブ、旭川ライブジャム98 in 北サイトで約5年ぶりにメンバー5人全員が揃います。2001年この頃より安全地帯としての音楽制作を本格的に再開。玉木はソロ活動と並行。2002年7月10日、9年ぶりに24th シングル、出会いがリリース。発売前日、5人揃って記者会見が行われました。8月7日にナインスアルバム、安全地帯ナインが発売。9月からツアーが始まりましたが、竹澤は怪我のため不参加。2003年10月22日、テンスアルバム、安全地帯10、雨のち晴れがリリース。ツアーでは5人全員が揃い、80年代の活動の場であったライブハウス、渋谷エッグマンでもライブを行います。12月でツアー全日程を終了し、ツアー終了後約6年間グループは再び活動休止期間に入ります。完全復活から2017年。2010年1月8日、前年秋からメンバーによる楽曲制作の合宿を極秘裏に行っていたことが、フジテレビ系情報番組特ダネで放映され、27th シングル、青いバラ、ワインレッドの心2010バージョンのリリースと3月のイベント出演が公表されました。所属レコード会社は USM ジャパンに移籍、実質的には復帰しました。同日に青いバラ、2月3日にカップリング曲のワインレッドの心2010バージョンの着歌配信がスタート。6月には、先のワインレッドの心や、悲しみにさよなら等のヒット曲を新たにレコーディングし直したグループ初のセルフカバーアルバム、安全地帯ヒッツが発売。7月からは7年ぶりとなる全国コンサートツアーを開催し、9月下旬から10月上旬にかけて台湾、香港、韓国の海外公演も決定。なお、9月12日に行われた福岡市での公演は、玉置浩二が体調不良の状態でステージを敢行したものの、観客とのトラブルが生じたため、コンサートは中止扱いとされました。全国ツアー最終の10月5日、6日は、18年ぶり24回目となる日本武道館で公演を行いました。2012年7月1日、ユーストリーム番組ソルトモにて、ソニーへの再移籍並びにデビュー30周年を節目とした初のレーベル、ソルトモデラートの発足を発表。8月22日にはセルフカバー曲を中心としたアルバム、ザ・バラードハウス、ジャスト・オールド・ファッション・ド・ラブ・ソングを発売しました。9月には岩見沢公園野外音楽堂北音と東京国際フォーラムでのライブを敢行。その模様が収録されたライブ DVD は12月に発売。12月17日から12月25日にかけて、グループとして初めてクリスマスディナーショーを開催。2013年 14th アルバム、安全地帯 14th、ザ・ソルトモデラートショーを発売。レーベル発足後初となる全国ツアー開催、ロック・イン・ジャパン・フェスティバルへ参加。その後韓国、香港、台湾でのアジアツアーを挙行。2017年5月31日、デビュー35周年を記念して初のオールタイムベストアルバム、オールタイムベストをリリース。6月25日放送の玉置浩二ショーではメンバー全員が出演しました。さらに、11月22日にオリジナルアルバム全14タイトルを紙ジャケット仕様と高音質 CD で再発売することが決定。オールタイムベストの発売と同時に発表されていた11月23日、24日の2日連続での日本武道館公演では、超満員となる計2万5000人を動員しました。それではここからは、動画のコメントを見ていきます。ワインレッドの心。この人を超えるのは無理と諦めざるを得ない圧倒的歌唱力。叶わないですね。何年経っても名曲は名曲ですね。
これからもこのような素敵な歌が生まれることを願います。なるべく長く語り継がれてほしいものですね。私が子供の頃、保育園の送り迎えの車のカセットにずっと流れてた記憶があり、いろいろな曲があったのに、この曲は大人になっても覚えてて、大人になって聴くとまた違う意味がわかり大好きです。歌が本当にお上手、一度ライブ行きたい。車の中で聴いてるけど、かっこよくて迫力のある歌声が素晴らしすぎる。ワインレッドの心と恋の予感が好きだから結構聴いてる。またこの時代に戻りたいな。この時代特有の安心させてくれるメロディーがとても素敵ですよね。車の中で聴き続けた曲は印象強く記憶に残りやすく、良い思い出になりますね。噛みしめるように歌うのがめちゃいい。この人は歌いながら泣くことがある。感情移入力がすごいんだ。それほど気持ちが入っているということなのですね。素晴らしいですね。玉木さんがなんでこんなにも評価されるかわかる一曲だと思う。どうやったらこんなに切なくセクシーに歌えるんだろう。売れずに作曲も陽水に依頼をするよう言われていたのに、作曲は何としても自分でやって爆発的に売ったんでしょ。この曲かっこよすぎでしょ。確かに前作ラスベガス台風とかもめちゃくちゃ曲が良いから、作曲には相当自信はあったんだろう。玉木さん独特の魅力的すぎる作曲がめちゃくちゃ良いんですよね。演奏うますぎ。前奏のギターが最高。ベースの音がとても気持ちいいです。玉木さんの歌だけじゃなくてバンド全体としてうまいわ。名曲は時の洗礼を受けても色褪せない。本当に色褪せませんね。恋の予感。大事なものをそっと置くような丁寧な声の置き方、そして儚く消えていく粉雪のような声の弾き方、好きだな。すごく丁寧で上品に感じてしまいますよね。この声の伸び、まっすぐな歌い方、耳に心地よい倍音、すべてが良い。ついでに言うと切れ長の奥舞台がゾクゾクするほど色気がある。ですよね。今もかっこいいけど、若い頃から色気がありましたよね。シンプルにまず顔がかっこいいですね。日本一歌がうまいと言っても過言ではないと思っています。個人的には世界に通用する歌声と思っていました。こんなに丁寧に歌える方もいないと思います。素晴らしい。今でもすごい人、誇れる人。20歳に日本で留学してました。いろいろ大変な時に安全地帯に出会い、本当に癒されました。55歳のおっさんになった今も大事に聞いてます。ありがとうと言いたいです。多くの海外の人にも愛されていますね。よくこんな直立不動でリズム取れるな、すごいわ。色褪せない歌唱力が抜群ですね。陽水とこの人は天性のものがあるかも。小学生だった頃のヒット曲で歌番組で聴いていたけど、当時はこの人の歌唱力の凄さに気づいていなかった。小さい頃は何気なくただ聴いているだけでも名曲は印象に残っていることが多いですね。中学生の時に安全地帯の曲を初めて聴いて、この人はなんて苦しそうな顔をして歌う人なんだろうと思いましたが、そこからどんどん玉木さんの魅力に引き込まれていきました。玉木さんの歌声は魂に響きます。思い切り感情を込めているゆえの苦しそうにも見える表情なのでしょうか。かっこいいですね。安全地帯で一番好きな歌。なんとも言えない切ない哀愁漂うこのメロディーがたまりません。37年経ってもスマホや車内でも聴いてます。死ぬまでずっと聴き続ける曲でしょう。37年以上も愛され続けているというのがすごいことですね。
悲しみにさよなら。性質、声量、表現力、思考の領域、研ぎ澄まされているレベルの高い領域ですね。北海道から陽水さんに認められ上京してきて、この歌唱力、うまさ、当時本物が出てきたと驚きました。1986年、海外で極貧生活をしていた頃、正月に招いてくれた家で NHK 紅白歌合戦が映り、この曲に出会い惚れた。そんな思い出も含めて最愛の曲の一つ。玉置浩二は日本が世界に誇れる数少ないボーカリストの一人だと思う。思い出とともに何度も聴くたびに魅力が深まる、とても良い曲なんですね。この曲に何度救われたか、日本のアーティストに玉置浩二さんがいることを誇りに思う。聴くと悲しみにさよならできるのでしょうか。いろいろと複雑な危なっかしい経験しないとすごいことってできないことあるんですよね。玉置さん見てると本当にそう思う。正真正銘の天才。もう出てこないこんな人。栄光の分だけ苦労も多かったのでしょうか。尊敬してしまいますね。玉置さんの足元のリズム感がたまらなく好きなんだが、独特なためのあるステップみたいなリズムの取り方がすごく素敵ですよね。体の芯から力込めている感じでかっこいいですね。まだ小さかったけど、80年代を体験できてよかったなと思えてくる。あの頃の雰囲気を感じられる。ありがとう。この曲カラオケで歌ったら全く知らないはずの友達がいい歌だなって言ったの嬉しかったな。とても素敵な良いコメントですね。悲しみにさよならは CD より生歌の方が断然いいです。本当にうまいな。この夜ヒットの時は気持ちよく歌ってますね。生歌のクオリティがえぐいですね。青春真っ只中の頃でした。今聞いても新鮮です。本当に良い時代でした。古き良き時代の安全地帯という最高な音楽に心から感謝ですね。これからもたくさんの人に聞いてほしい音楽ですね。泣かないで一人概要欄に動画のリンクを貼っていますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。